皆さん、おはようございます。マリです。本日再び島パト日和の晴れ模様に戻ってまいりました。今日は1月21日土曜日、島パトの日ということなんですが、緊急事態でなんとチラシが一切更新されておりませんでした。水曜日のチラシのまんま、これなら水曜行けばよかったってちょっと思ってるんですが、ちょっとでもその水曜のチラシの中からターゲットを3つ、2つかな、今回は発表したいと思います。というのがですね、テロさんの新作がですね、春用のジャケットがあるんですね。あれが欲しいんですが、それだけで、お値段が3000円いかないぐらいなんですけどしちゃうので、5000円の予算だともう1点かなっていうところなんですよね。で、もう1点何狙おうかなって思った時に悩ましいのが、1個が春用のフレアパンツ、なんかベージュと黒とあって、どっちにしようかなって、まああればなんですけどね、迷っていて、もう1個がこれもすっごい気になっていて、パンプスなんですが、黒じゃなくて白いパンプスも出てるみたいなんですよ。白パンプスって珍しくないですか？なのでそっちも欲しいなと思ったりで、本日の島パトも何が起こるかわかりません。10年ぶりの寒気も来ています。寒い中ですが、今日も元気に行ってきます。ただいまです。10年に一度の寒気というだけあって、10年に一度ぐらいのミラクルで、本日ゲット中の3点中2点が黒というまさかの展開が起こりました。さて、それでは本日ゲットした1着目からご紹介していきます。こちら、テラさんのフレアパンツ黒です。こちらお名前の方は TRWT フレア66 L サイズ、中黒色、税込み1639円、ポリエステル 100% になっています。さあ、こちら水曜日のチラシ掲載商品でした。そして私としては当然ベージュを狙っていたわけなんですけれども、ベージュはちょっとサイズが LL しかもう残ってなかったんですよね。で、珍しく黒の方が M サイズ、L サイズ、LL サイズ全部ありました。なので持ってて損はないだろうということで買ってやりましたよ。黒履きこなしてやると思って買ってきたもの、早速試着していろいろご紹介したいと思います。さあ、履けました。どうでしょうか。こちらが黒のフレアパンツになっています。やっぱりもう素材として春なので、結構涼しい感じの素材ですね。軽くて、だからもうある意味冬はちょっと寒いの我慢しなきゃなんですけれども、年間通じていつ履いても浮かない素材なので、使える用途は多いかなと思います。もちろんオイルが黒なので冠婚葬祭とは言いませんけれども、オフィシャルな場でも履けるかなと思います。形としてフレアパンツなので足の形が目立ちません。大きくバレない、へっへっへって感じなんですけれども、で、センタープレスが入っているので足もまっすぐ綺麗に見えますよね。美脚効果あり。そしてポケットの方は両サイド、手まですっぽり入る大きなポッケ付きです。後ろはなしと、後ろから見ていただくと分かるように、お尻の形も、まあ、サイズが L だからっていうのもあるんですけど出ないですね。これと春色ヒールなんて合わせたらちょっとおしゃれに着れるんじゃないかなと思うんです。そしてウエストの方、前から見るとまっすぐなんですがね、もちろん嬉しいゴム仕様です。なのでちょっとやそっとのお腹のぽっこりバレません。履きやすいです。ということで、こちらさすがですね、優秀です。色が黒がやらとか言ってる場合じゃないですね。結構いろんな服装、いろんな色と合わせられるので、黒と仲良くなる1年にしたいと思います。そんな1年の抱負、さあ、今ちょっと言ったんですけれども、いろんな色のパンプスと合わせたら可愛いよねって言ったんですが、私行く時にテラさんの白いパンプス欲しいなって言って行ったんですが、残念、黒しかなかった。そして黒いパンプスはさすがに手持ちにあるので、ちょっとそちらは諦めました。ということで、本日ゲットした2点目何になったかご紹介します。2点目、こちらジャケットですね。春物のジャケットになります。フード付きジャケットということで、行く時テラさんのジャケット狙いますって言っていたんですが、あちらもお色はあったんです。ベージュも黒もありました。LL のみ。
で、まあアウターだからちょっと大きめでもいいかなと思ったんですが、こちらがですね、可愛かった。2段フリフリ付きで、しかもテラさんの確か税抜きで2700円ぐらいだったんですけれども、こちら本体価格2200円なんですよ。え、どうしようと思った時に、こちらしかもラス位置だったんですよ。もう心ぐらりとこっちに傾いちゃいました。ということでご紹介します。ツイルフリルマウンテンパーカー M サイズ、泡薄だいだい色、税込み2420円。そしてお素材の方はポリエステル 65%、ナイロン 35% になっています。インスタグラマーさんのマキさんとのコラボ品になっています。今ダンボさんがベッド乗り落としました。ということでこちらも早速ですね、試着してご紹介していきたいと思います。さあ切れました。どうでしょうか。こんな感じになっております。ちょっとね、下が厚手のニットなのでどうかなと思ったんですけれども、近くで見なければ色合い的には問題なしでしょうと思います。で、お袖の方が M サイズなんですけれども、たっぷりありますね。で、厚手のニットの下上に羽織ってるんですけれども、こちらもお袖が結構たっぷりしてるので、全然無理やり腕突っ込んでる感ないですよね。そして丈がちょっと短めの作りだなっていうのは手に取った時点で思ったんですけれども、実際に着てみるとこれくらい、ちょうど腰の下ぐらいまでですね、お尻の上ぐらいまで、だからこういう長めのトップスと合わせるとちょっと可愛いかもしれませんね。で、ここダブルのフリル使いです。ポケットはなしで、前に関してはこれ紐キュッてやってあげるとまた可愛さがちょっとね、レースが目立つのかなっていうような気もしますよね。そしてですね、前を閉めるとどんな感じになるかと言いますと、前閉めても可愛いですね。ちょっとさすがにこれだと首元、このニットとはおかしいんですけれども、春になるとね、首元開いた服とか多くなるので、それで前閉めてあげるとここきちっと塞がっていいのかなと思います。うん、結構雨とかにも強そうな素材に感じますので、春先って小雨がさーっと降ったりすることも多いと思うんですけれども、ブルゾンみたいな感じで安心して着れるかもしれないですね。うん、やっぱり春が待ち遠しいです。後ろから見るとフードが可愛い作りになっています。やっぱね、フードって可愛さレベルが上がりますよね。フードプラス2段フリルで、これは女子力が3倍になるでしょう。ということで、こちらが本日ゲットした2点目でした。3着目こちらになります。さあどうしたマリー、ということでこちら黒いトップスですね。こちらお名前の方が襟レース T シャツ L サイズ、色濃い黒色、税込1089円。本体だけなら990円の3桁っていう嬉しいプライスがまたやってまいりました。お素材の方が本体ポリエステル 65%、 綿 35%、 襟レース部分につきましてはポリエステル 100% となっております。さあこちらですね、なんで私がこれをゲットしてきたかと言いますと、このね、襟の部分のレースがすごく可愛かったんですよ。手が込んでいて、普通のレースとは違ってなんか手編み感のあるレースかなと思いました。これが下から覗くとね、可愛いかなと思います。まあもちろんその場で白ないかなってちょっと見たらなかったからこっちにしたっていうのはあるんですけど、黒もまあきっと出番いっぱい使えるよねと思います。やっぱり首元にこうやってね、何かしらデザインがあるものって重ね着する上で、これからの季節まだまだね、寒い日も多いと思うので便利ですよね。さらにですね、決め手となったのがレースだけって結構、まあこれとはデザイン違いでもあるじゃないですか。後ろ回した時にこれ、このキラキラボタンにやられました。可愛いですよねこれ後ろ姿。絶対髪の毛結んできたいなと思えるぐらいの可愛さなので、このね、キラキラを生かしたようなコーデもできたらいいなと思い、黒ですがきっと仲良くやっていける黒だと思ってこちらをゲットしてきました。いかがでしょうか。着た感じが見ていただいているよりも生地がしっかり厚手なので、結構ねもう2月ぐらいから着れそうな感じです。そしてやっぱりこの首周りちょっと高見えしません？このレースが自立してる感じが、自分で立ってくれてる感じがすごい綺麗になるかなと
首がスラッと現象みたいな感じで素敵だなと思いました。そしてですね、自慢の後ろキラキラボタンも見えてますか。このキラキラで後ろ姿でちょっと差をつける。誰に分かんない。このキラキラボタンが可愛い分、自分でこうボタン止めないといけなくて、ちょっとそこは他のトップスたちよりも大変なんですけれども、ボタンを通す穴がゴムになっているので、普通のこういう背中で止めるボタン式よりは止めやすいかなと思います。さあ本日はまさかの黒が2つというミラクルが起こりましたが、この3点を使って1週間のコーディネートを作っていきたいと思いますので、ぜひぜひ最後まで楽しんでいってください。までご視聴いただきありがとうございました。もしこのチャンネルを見てちょっとでもいいなと思いましたら、いいねとチャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。それではまた次回もしまぽと頑張っていきますので、また次回よろしくお願いします。本日はありがとうございました。